どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。それでは内容に入るその前に、オンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談の方もやってます。もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。今回はね、最近心に刺さるコメントがありましたということでね、そのコメントについてお話ししたいと思います。ね、私も今、YouTube を始まって3年ぐらい、やらせていただいて、だいたい3年ぐらいかな。その3年間の中で、いろんなコメントいただきました。温かいコメントから、時々ね、シュンってなるコメントもあったりはしたんですけども、その中でね、最近いただいたコメントの中で、ああって気づかされることがあったので、それについて今日はね、お話をしていきたいと思います。で、そのね、心に刺さるコメント、何があったかっていうと、言葉で整理してくださりありがとうございますっていうね、コメントをいただきました。で、これね、自分をものすごく考えたのが、まずね、 YouTube ってなんでやってるんだろうっていうところを考えると、一つ、もちろんね、これはね、皆さん困ってる方のために情報をちょっとでも発信したいからっていう気持ちはもちろんあります。まあ、これが一番強いのかなと思うんですけどね。次ですね、保護犬の子たちに対して何かしてあげたいっていうことを、見える形にするために YouTube をやってる、これもね、一つですよね。で、もう一つ、この言葉で整理するっていうのが、もしかしたら自分が無意識のうちにやりたかったことなのかなって、今回ね、コメントをもらってね、ちょっと思いました。っていうのが、皆さんは自分の好きなこと、興味があることを、言語化するってします？口に出すとかってしたことありますね。これが思ってることを口に出すと違うっていうのがね、結構あったりします。で、その口に出していく中で、自分で本当にそう思ってるのかな、例えば変な話、全くそう思ってないことでも口に出したらやっぱり考えちゃうし、違和感あるし、で、そうなってくると、あ、じゃあどうしていったらいいんだろう、こういうふうに言葉に出したことによって合ってないと思ったけど、口から出して改めて合ってないねと思うと、なんて言ったらいいんだろうなっていうのを考えていくと、やっぱり適切な、言葉を選ぶようにしていくと、説明も分かりやすくなっていくし、改めて自分がフィーリングじゃなくて本当に何がしたかったのかなっていうのを、考えられるのに、すごいね、大事なことなんじゃないかなってすごく感じました。なんか言葉で整理するってすごく難しいんですけど、でも多分自分がやっていきたかったことってまさしくこれだなと思って、特にね、トレーニングって多分そのフィーリングの部分って強いと思うんですよね。例えばなんとなくこうなんだろうなと思ってやってて、それが別に間違ってるわけじゃないんだけども、じゃあ実はどういう風にやってるのっていうと、なかなか言葉にしにくいみたいなね。で、多分それを言葉にちゃんとできるようになってくると、改めて自分のやってる行動が、あ、またちょっと違うな、ずれてるなと思うと、行動の調整にもなると思うんですよね。なので、自分の行動を言葉で整えていきながら、その言葉でまた行動も整っていくみたいなね、そういうところあったりするのかなと思いますので、これ今回ね、コメントいただいたことによって、自分もね、改めて、あ、ちゃんとこういうこと気をつけてやってないいかなきゃ、ね、いけないのかなっていうのをね、今回感じたのと、改めてね、私は何のためにやりたかったのかなっていう考えるね、機会をいただいたので、本当にありがたいコメントだと思いましたね。なので、皆さんもね、これワンちゃんについてだけじゃなくてもいいと思うんですよね。自分のことでも何でもいいと思います。特に言語化、あまりしないものですね、それに関して言葉にしていくことによって、やっぱりね、自分の中でもね、自分を客観的に見たりとかね、理解できるようになってくるんじゃないかなと思いますので、改めてね、何が好きなのかなとか、何が嫌なのかなとか、どんなことが伝えたいとかね、言葉に出してみるといいのかなと思いますので、もしよかったらやってみてください。はい、というわけでね、言葉に出すと、やっぱり変わってくるのかなと思いますね。変わっていいんだと思います。やっぱり時代も変われば、人とのワンちゃんとの距離感も変わっていくし、やっぱりお互いの考え方や暮らしも変わっていくと思いますので、それに応じて変わっていくことが普通だと思いますので、変わることを恐れずにね、どんどん言葉にしていきながら、違和感を感じたらね、修正していければ一番いいのかなと思いますので、ぜひね、皆さんもね、ワンちゃんと楽しく暮らしてみてはいかがでしょうか。Yeah.